あ、いや、おい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 、あのね、今日本当はね、携帯じゃなくて、あの配信技研さんからあの貸してもらってる配信機材で配信しようとしたんだけど、俺が多分雑に扱いすぎて、ケーブルのさ、接続部あるじゃん、そこがカメラの本体にぶっ刺さったまま抜けちゃって、うん、使いません、すいません、本当すいません。なのでライトニングケーブル誰かくれませんか、あのどなたかライトニングケーブルを僕にくれませんかね携帯の充電が結構やばいんですよ。ライトニングケーブル持ってる人だけ来てください。え、待って、めっちゃ美味しそうな中華発見、本格中華料理、うわー、バカ美味しいし結構安そう。小籠包ですね、私は。これって公園？公園？いやいや、公園だ公園だ。一回ダッシュしていい？ありがとうございます。いい汗かいた、いい汗かいた。一回ファミマ行ってライトニングケーブル探すわ。ちょっと待って、じゃあちょっとみんな一回コンビニで待ってて、一回待ってて。これなんか盗まれるの怖いわ。てか俺のポッケに入ればいいのか、お前らが。では、あの、の対応さん、はい、え、どう、あ、はい、来てます。あ、そうなんですか。あ、もしもし、私もしかしたら配信中とか、あ、一応してないんですけど。え、してるんですか、ごめんなさい。全然いいですよ、全然いいですよ。あ、ざっす、あざっす、あざっす。え、たまたますか。いや、家がすぐそこですよ。あ、お疲れ様です。え、マジ、ごめんなさい、そう、あの、あれなんですよ、ショックの、はい、すっごいファンで。あ、マジですか。ホエライトめっちゃ押して、あ、もうチーム変わっちゃいましたね。そう、ちょ、変わっちゃったんですよ、今。お城変わっちゃって、そう。去年せっかくショックの T シャツ買ったのに。まあ、まあそんなもんですよね。いや、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます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 。ライトニングもゲットしたし、たまたまいたファンの人もいたし。俺、あんま聞かないです。ゼータの太陽ですかは聞くけどさ、ショックの太陽ですかはあんま言われねえな。オーバーウォッチリーグのファンはガチだな。なんで辻堂いんのみたいな顔されたもん俺ピザ屋さん、なんかおしゃれだな全部。あ、コーヒー、これ、これだ。コーヒー飲みながら海行くぜ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。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 あ、海見えてきた、最高や。あ、もうなんでそうなる。なんか飲み物飲むの下手塩の匂いがする。海だ海だ。なんか海黒いんだけど、なんか海黒くね。お、海の家とかできてる。海の家や。あざすあざす、あざすあざすあざす。てか綺麗やな、こんななんか曇ってても。やばいやばい、髪の毛錆びちゃうわ。ちょっと塩害、塩害って言うんだっけ。お、え、え、今トンビがウサギみたいなの撮ったんだけど、なんか漏れ、なんだマックの箱かよ。あ、ふざけんなよあいつら。さっき親の前で配信見てたら、親にこの人30代って聞かれました。ふざけんじゃねえよ。あ、でも江ノ島 だいぶ近くなったよ、なんか感覚、ほらさっきまであんな遠かった。これは何ぞ、これは何ぞ、これ VCT オフライン会場、ここ
VCT ここま？ちょっともう一回やって、もう一回やって、ちょっともう一回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 、お前バク転してたよこいつ。俺も勝負する。俺も勝負する。俺もやろうかな。俺もやるわ。はい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 、どうした？次何やってほしい？側転行くか。でもあそこに普通に人いいんだよね。まあいっか。どうでした？どうでした？いやありがとうございます。バク転してくるわ。今なんかすごくない？なんか跳ねたんだけど。斉藤さんですか？あ、どうも、ジャス君です。お疲れ様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 です。写真いいですか？あ、全然撮りましょう、撮りましょう。ありがとうございます。あの、顔から下、いいですか？あ、いいですよ、これで、はい、やばいっすわ、この人。ちょっと、いや、帰っていいですか？はい、チーズ。あ、どうぞ、どうぞ。ありがとうございます。あとサインを。あ、全然いいっすよ。やりましょう、やりましょう。あ、じゃあこれサイン書くところ取ってください。あ、はい、いいっすか？あ、わかりました。あざっす、あざっす。カメラマン1号お願いします。はい、いきます。はい、あざっす。こんなに小さくて20っす。あざっす。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あざっす。ありがとうございます。ありがとうございます。あざっす。あざっす。え、ちょっと待って、え、ちょっとさ、切実な質問なんだけどさ、石像のさ、陰茎部って番大将なのかな？あそこにいるんすよ、石像が。試してみよう、俺が実験台か。ちょっと待って、近寄ってみる。ケツでか、ありえんぐらいでかいんだけど、こいつのケツ。こいつのケツ、ありえんぐらいでかい。平和の像だって。やばい、映っちゃった。ケツ映っちゃった。おい、ケツみんな、ケツみんな、石像のケツみんな。これでバン食らったらマジでブチ切れると思う。パンツ履いてたもん、石像。平和の象徴だよ。お前、平和の象徴としてバンされる配信ってどういうこと？平和、アンチ平和ですか？え、やばいですよ。江ノ島水族館はいいぞ。俺この前女の子と行ったぞ、江ノ水。よろしくな。この前女の子と行ったよ、江ノ水。よろしく。俺この前女の子と江ノ水行った、よろしく。江ノ水来た。江ノ水、すいすい。夏になったらガチな陽気いるから絡まれるぞ。俺さ、ここら辺で夏配信したいんだけど、あの、一つのすごい俺の管轄外にある問題があって、あの、酔っ払った湘南ボーイズがボロンしないかがすごい不安なんだよね。これ今500人見てるよとか1000人見てるよって言ったら、出すっつってさ、出すやつ絶対いると思うんだよね。絶対いる。なぜなら俺の友達がそういうやつだった。うん。聞こえる？うんつくうんつく言ってんな。わらつゆな、これ何の曲だっけ？テレ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 Tay, hey.